イブン・アラビー、イブン・アラビーは、中世のイスラーム思想家。存在一世論、完全人間論を唱えて、イスラーム神秘主義の確立に寄与し、後世に影響を与えた。イスラーム教徒のセビリア王国の支配下にあった、アンダルシアのムルシアで、アラブ系の名門に生まれる。12世紀後半は、セビリアの統治者であった、ムワヒド朝のアブー・ヤークーブ・ユースフ一世の知性で、あり。 ユース・フ一世は文化を重んじていたため宮廷にはイブン・ルシュドやイブン・トゥファイルなどが集い、セビリアは当時を代表する文化都市の一つであった。父アリーはイブン・ルシュドと親しく、後年主張の一つ、マッカ・刑事での記述によると、イブン・アラビーがイブン・ルシュドと面会したのは15から16歳の時であったといい、老齢であったイブン・ルシュドはイブン・アラビーの洞察力に驚いたという。 その後も、イブンルシュドラとの交流は続き、1194年に、イブンルシュドが、コルドバで亡くなった時イブン・アラビーは30歳で、その葬儀に参列している。青年期に、セビリアで、法学、神学、ハディース学を学ぶ。その頃、病床にあった、彼は、原始体験からスーフィズムを学ぶようになった。以後の年ほどを、アンダルシア・マグリブ各地を歴して、 スーフィー行者と共に修行した。この時期に、イブン・アラビーが教えを受けたスーフィーの師匠として、アブー・ジャーファル・ライニー、アブー・ヤークーブ・カイスイー、サーリフ・ワダウィー、アブー・ハチャー・ジュユースーフなどがおり、ファーティマ・ビントム・サンナー、シャムス・ウンムフ・カラーといった女性スーフィー行者からも、主として学んだことが知られている。イブン・アラビーはその人生の大部分を旅に、費やしている。 ヒジュラ歴597年にイブン・アラビーは無国を受けて真っ赤への巡礼を志して東方に旅立った。1202年にカイロ・エルサレムを経て真っ赤巡礼を果たした。彼はそのまま同地に2年間滞在して、さらなる研究に没頭する。1204年、彼は真っ赤における研究の集大成である真っ赤刑事を表した。翌1204年、アナトリアを出て、今夜、 マラティアの巡礼団を率いてきたマジュドティーン、イスハークと出会い、イブン・アラビーの教説に感銘したイスハークの誘いを受けて、1205年に、今夜への袋に同行することとなった。その後も、帰還の巡礼団と共に、バグダード・モースルを経て、イスハークの勧めもあって、マラティアに移住した。この時期に、ルームセル従ク長のカイホスロー・イッセが、今夜で福井し、 イスハークが解放スローの宮廷に招かれた際に、イブン・アラビーも同時に施行して一見し、カシヒ品を授かった。このマジュドティ・イン・イスハークの息子が、後に、イブン・アラビーの時期弟子の一人として、イブン・アラビーの教説のルフに奔走した、サドル・ティ・ン・クーナウィである。翌年にも、イブン・アラビーは、近隣への旅を続け、エルサレム回イマッカなどを訪問し、1210年には、 今夜に再び戻った。1212 12年にバグダードに赴いているが、これは、カイホスロー一世の後を継いだ、カイカーウース一世の即位の報告を、カリフ宮廷に報告するため同地を訪れていた、イスハークと同同したものと考えられる。イブン・アラビーは、カイカーウース一世のために実践的なアドバイスを、書簡に残している。この時期イブン・アラビーは、 アレッポやスイバスを訪ねているが、主にマラティアで生活をしている。また1221年には息子、サー・ドゥッティ・ーン・ムハンマドを設けた。晩年は支援者であった富豪の招きで、ダマスクスに今日定めた。遅くとも1230年には同地にいることが知られているが、ここでは彼の言説への反対者からの厳しい批判を浴びたものの、同時に多くの擁護者にも恵まれた。 彼はそこで無国により、アダムから預言者ムハンマドに至る27名の預言者の伝記、思想論集である英知の台座を表した。彼自身のことによると、夢の中に預言者ムハンマドが現れてて渡された書物の名が英知の台座であったという。また、彼は詩人及びザーヒルハウラマーとしても知られて著作を残しており、その数は生涯で200を超える。彼の没後、 郊外のカシオミヤマ中腹にボビオが築かれ、一部のイスラム教徒からは巡礼の対象地とされ、ボビオ周辺は彼の名前にちなんだムフイッティーン地区という地区名で呼ばれているほどである。彼はイスラーム神秘主義における最も重要かつ高度な思想家であった。イブン・アラビーの思想の特徴をまとめると、存在一性論という存在論と、 完全人間という人間論にそれぞれ代表させることができる。この世界は全て一者の自己権限として理解される。すなわち、この世界には自存している無限定存在である神アラーフと、それそのものでは非存在であるがアラーフに依拠することで、初めて存在し得る非限定存在である非造物に大きく分けられる。イブン・アラビーはこれに加え、それらのいずれとも異なる。 第三要素として、魔術材の真実性を想定する。万物は、見かけ上は全く違うように見えるが、実は、すべて神の知恵の中にある一形態に過ぎず、本質的には同一の物体であるとするのが、存在一性論である。また、人間とは、神が持つすべての属性の集合体によって、構成されており、その中でもそれを自覚した。 完全人間と呼ぶべき人が預言者であり、ムハンマドはその最後の人物であるとする完全人間によって構成されており、人間は元から神の一部である以上、心や意識に苦痛をもたらす、禁欲的な探求を取ることは無意味であると唱えたのである。宗教と信仰の言葉では、神と呼ぶべきものをイブン・アラビーは哲学用語の次元で存在と呼ぶ。 これは現実にこの世に存在している存在者や現実存在とは全く異なる原理存在であるとする。そしてその存在の究極意をプロティノスの一者と同じように存在の彼方に置くと同時にそれが全存在世界の体現であると考えた。イブン・アラビーの存在は無名無双、つまり一切のであるという術語を受け付けない。神であるとも言えない。 なぜなら神以前の神は普通の意味の神ではないからである。存在には自己権限に向かう思考性が根源的に備わっており、隠れた神は現れた神にならずにはいられない。無名無双の存在がアンダーという名を持つに至る。この段階はベーダーンター哲学における意味分析する以前の全体存在である。 条文から言葉によって言い表すことができる経験的世界である名詞へと移り変わる段階にあたると伊シヒ彦は解説する。彼の思想は弟子のサドル・ティーン・クーナウィーラによって体系化され、すべてのイスラーム教徒に影響を与える一方で、イブンタイミーヤに代表される反対論を唱える思想家を生み出し、イスラーム教の思想、歴史に大きな影響を与えることになる。 自家で死であった、クーナウィーは、施策の赴くままに叙述したイブン・アラビーの作品を整理し、それらに自ら注釈を施すとして体系化に努めた。クーナウィーは、英知の台座の注釈を施した他に、同じく同書の注釈を表したジャンディーや、イブン・アラビーの思想を哲学的さらに進化させた、ティリムサーニー、ペルシア語神秘主義詩人として、 有名なイラーキーラ行進たちの育成も行っている。中でもイルハンチョウでは、クルナビートジャンリーから教えを受けた、スフラワルディ教団に属すスーフィー思想家、アブドゥラザーク・カーシャーニーは、存在一正論の正しさを主張して、アラーフの思考性を強く主張し、イブン・アラビーを批判した、同時大臣のアラーウッタウラ・スイムナーニーと論争を行っている。カーシャーニーは、 イラン伊東でのイブン・アラビーの思想の展開にも大きな足跡を残しており、カー・シャーニーの弟子ダーウード・カイサリー、カイサリーの弟子ルクヌッティーン・シーラージーがいるが、三者とも、英知の台座の注釈書を表しており、カー・シャーニーとカイサリーの注釈書は地域を問わず広く読まれた。シーラージーの注釈書はペルシア語訳がされ、これがペルシア語訳、英知の台座の注釈書としては、 最古の一つとなっている。ダマスクスでイブン・アラビーやクルナビーと信仰を持ったサードティーン・ハンブーヤという人物の弟子、アジーズ・ナサフィーが完全人間というペルシア語によるイブン・アラビー思想の解説書を表し、これがペルシア語文化圏におけるイブン・アラビーの思想的影響を大きく残した。やはり同じ完全人間という署名のアラビア語による著書を残した。 アブドゥルカリーム・ジーリーがおり、イエメンのラスール町地下のザービドで、後半生を過ごし、ッカケ刑事の理解困難な箇所に注釈を施す等を、している。15世紀には、ティムール朝時代に活躍したホラーサーン出身の、スーフィー詩人ジャービーが、英知の台座や、それをイブン・アラビー本人が要約した、台座の刻印にそれぞれ注釈を施している。 ジャーミーは、いわゆる存在一性論学派の中でも、最も有名な思想家の一人である。イランや中央アジアでのアラビー研究は主に、ペルシア語役所や注釈書を介して、中国にも伝播し、漢文によるイスラーム思想の著述が始まる17世紀前後から、イブンアラビーの存在一性論の影響が見られるようになる。清島大学の著者大太鼓や、 マソウギのの著アジジーーーズ・ナサフィーやジャーミーの著作を簡訳したセキキレイラがいる。一方、オスマン朝では創建当初からイブン・アラビーに系統する思想家が多く、オスマン朝時代の知識人、思想家の大半は何らかの形でその思想的、影響があると言われている。ジョのダーウード・カイサリーがイズニクで建てられた最初のマドラさんの初大学院長を務め、 その後も、マッカケージや、クルナビーの著作等を注釈、ペルシア語、オスマン語に翻訳するグラマーが陸続と現れ、オスマン朝の最初のシャイフルイコールイスラームとされている。ムラ・ファナーリーも、マッカケージや、クルナビーの著書、元気の鍵の注釈書を表し、さらに同書や、英知の台座の釈講を行っている。エジプトでは、イブン・アラビーに対する批判者も多かったが、 マムルーク朝時代を中心に存在一性論学派の格闘は流星した。彼の教説は各地に熱狂的な支持者を生み出す。一方、反対派も多く、カイロでは暗殺計画があったと言われている。イブン・アラビーの完全人間論では、修行の途中において、人間は神、アル・ラーフの名、属性は元より本質までも体験できるとしている。唯一なる神アラーフは、 人間とは、絶対的に隔絶された高みにあるとする主張は、スーフィズムの勃興期から存在し、イブン・アラビーの存在権限論そのものは認めつつも、アラーフの思考性を保つためには、本質まで体験しうるという部分に反発する論者も、多かった。その代表的な人物の一人にイブン・タイミーヤがおり、15世紀の、ビカー・イーヤ同じく、スユーティーといった有名な学識者たちが、 イブン・アラビー批判を展開したのも、主にイブン・アラビーの存在一正論や完全人間説で説かれている、造物種であるアラーフと非造物を区別しない立場についてであった。イブン・タイ・ミーヤなどを含む多くの有名なウラマーが、イブン・アラビーはムスリムではないと断じている。彼が著作中に示した思想には、イスラム教の枠を超えるものがあり、 例えば彼は古代エジプトのファラオが自身を神だと、みなしていたことを正しいことだと主張している。これは、我こそは真理なりという有名なスーフィー的、英語とを述べた逸話でも有名な9から10世紀の、スーフィー修行者ハンラージュが、悪魔イブリースが、地獄の豪華に焼かれ、ファラオも、モーセノで、エジプトにおいて、 海でも暴れさせられても本意しなかったことを挙げ、イブリースやファラオの行動にこそ、真の信仰とみて、両者を称えた逸話わにちなんでいる。スーフィズムの主張は、スーフィーの修行によって監督した境地を、我こそは真理なりや、アッラーフに称えあれと呼ぶべきところを、我に称えあれといった、英語とによって表現したり、数々の気候を残した上記のハラージュやブーやズイード、 バスター・ミーに代表される、ヨッタ・スーフィーと、スーフィーの修行を積みつつ、ムスリムとしての道徳や規範を遵守すべきとする、ジュナイドに代表される、サメタ・スーフィーに、おおよそ大別される。イブンタイ・ミーヤは、ジュナイドの系列の、サメタ・スーフィーこそ、真に実践すべきスーフィズムであり、否定すべき不信仰者の代表である悪魔イブリースや、ファラオと、 経験なムスリムとの区別すら否定する、ハラージュやその伝統に属する、イブン・アラビーとその論者たちを厳しく批判した。ジュナイドは、バスター・ミーの後輩にあたり、ハラージュは、ジュナイドの弟子の一人であったが、ジュナイド自身は、シャトフや、スクルといった陶水型のスーフィズムを不十分な、ものとして批判し、死であるバスター・ミーが、陶水状態こそ最高の境地としたことに対して、スクルの後に来る。 第2のシラフである、名帝からの覚醒、酔いざましをこそより高い境地とみなした。ジュナイドは、スクルより、サフー、ファナーよりもバカーを重視した。この、闘水と覚醒いずれが最高の境地であるかについては、スーフィズムの思想史上の大きな問題として広大まで議論され、イブンタイミーヤのイブンアラビー批判も、その延長線上にあると見ることができる。 しかしながら、イブンタイミーヤが名指しするイブンアラビーらの英語とに対して懸念した点は、アッラーフによって滅ぼされたファラオや、イブリースといったこれらの存在も、正しい真の信仰者としてしまっては、不信仰者へのジハードやハッド系も認められなくなってしまうことであり、これを許容してしまうと、イスラームにおける社会秩序が崩壊してしまうため、イブンタイミーヤをはじめとするムスリムの社会性を、 重視するウラマーたちにとっては断じて認められなかった。の知性に、バグダードで逮捕、処刑されているイブンタイミーヤの主張では、昨今のモンゴル帝国の信仰や人々のシャリーアムシの原因は、こういった存在一世論の論者たち等の出現によるものである、としていた。約800の著作がイブンアラビーに返せられているが、 明確に彼の著作だと定説化しているものは多くはない。最近の研究は彼の著作の100以上が写本として残いるもののほとんどの印刷版は決定手と言えるものではなく誤りも多い。ありがとうございます。